伏見区。伏見区は、京都市を構成する11の行政区の一つで、京都市の南部に位置する。古くは、深草に、稲荷神社の総本社である、伏見稲荷大社の鳥居前町があり、天正時代には一大政治都市として、桃山に、伏見城と大名や屋敷郡、伏見にかけて、大手筋を軸とした城下町が形成され、徳川時代初期には、 伏見藩が存在した。その後伏見奉行が置かれ、淀川水運の重要な港町、伏見港、宿場町、伏見塾としても栄えるなど、昭和初期までは京都とは独立した別の都市であった。幕末期に坂本龍馬をはじめとする東幕の志士たちが活躍した地としても知られる。京都との間は街道や高瀬川で結ばれ、明治には鴨川運河や、 鉄道も早期に開通し、各地から京都への物資を運んだ他酒造などの産業も盛んであった。1931年に京都市に編入されて、以後は周囲の市街地化が進み、京都の郊外という色も濃くなっている。深草、伏見以外にも城下町として栄えた、淀や大五寺が建つ大五などの地区が区内に含まれる。西部や南部は淀川水系の定置。 中央には東山から続く稲荷山や桃山丘陵、東部の山間部は滋賀県境まで続いている。京都市の11区の中でも最大の人口を要し、平安時代の貴族の別荘地や天正時代以降の武家屋敷が立地していた桃山丘陵は現在も住宅地としても利用されているが、大部分は桃山御陵の広大な緑地が広がり、 酒造に用いられる豊富な伏流水の水源となっている。城下町の伝統を受け継ぐ商業拠点である一方、京都市都心部や大阪方面へのベッドタウンとしての生を持つ。なお、豊臣秀吉が生涯を閉じ、徳川家康が将軍宣言を受けた伏見城のある桃山の地名は、小田、豊臣政権期の時代区分、安土桃山時代や、その文化、 桃山文化などの故障の元となっているが、江戸時代の伏見館が発行された頃から、固定、広まったとされている。区役所のほか、二つの支所が設置されている。なお、住民登録や行政事務は、それぞれで独自に行われており、区内倉庫間で、住所地を移した場合でも、管轄区域をまたぐ場合は、転出入に関わるそれぞれ区役所、または、支所、 出張所で手続きをする必要があるほか、証明書についても、管轄の区役所、または、市所、出張所でしか発行できないものもある。区役所、市所及び出張所と管轄区域は、以下の通り、伏見区は、東京特別区を除く全国の政令指定都市の中で、横浜市港北区、横浜市青葉区、福岡市東区、 仙台市青葉区に次いで人口の多い行政区である。人口が多いことや区域が広いこと、区域内でのつながりが必ずしも深くはないことなどから、昔から文区構想がたびたび出ている。区内の行政管轄は、区役所の直轄区域を除くと、深草市所、第五市所、上川出張所、淀出張所に分かれているが、主な文区構想では、 このうち深格差し所と第五支所管内を不思議区から分離させるモノデる。しかし、深格差し所管内及び第五支所管内とも人口は十万人にも満たない。それでも東山区よりは人口が多いほか、両地域は隣接してはいるものの地域的な結びつきが希薄であることもあて、文区の機運が盛り上がらない要因の一つとなっている。なお、第五支所管内は、 福島区中心部よりも地形的、歴史的に同じ宇治軍だった山市区との結びつきの方が圧倒的に強いため、同館内のみを分離して山市区と合併する方が合理的とする考え方もは、第五一の切れ、二の切れ、及び三の節の児童は、滋賀県大津市への委託により、通学に便利な大津市立石山小学校及び大津市立石山中学校に通学する。 伏見区の西部、南部に水田が広がる。伝統的な日本酒の名産地として知られるほか、先進的なエレクトロニクス産業や、それをサポートする資材製造の事業所が見受けられる。油の工事通り、通称は新油の工事通り、新堀川通にはパルスプラザ、京都府総合見本市会館があり、様々な業種による見本市や、 発表会が頻繁に開催されており、京都の産業を対外的に PR する拠点として重視されている。先端技術分野の世界的企業である京セラ及び村田機械の本社が所在している。以下は、区内に所在する日本酒の蔵元の一覧である。なお、この中には全国に販路を持つ企業も複数ある。日本酒の銘柄一覧京都府も参照。 小規模の店舗は、旧来からの外区に多い。一方、国道1号や油の工事通り沿線には、郊外型の大規模小売店及び飲食店や、娯楽場が多く立地している。日本郵政グループのうち、周杯郵便局及び担当地域は、以下の通り。その他、東海道新幹線、JR 東海が、京都駅から新大阪駅間で、 約150メートルではあるが遠く西部、岸川地区を通過している。区内の一般国道のすべてを国土交通省が直轄管理している。市内の主要地方道は81号八幡宇治線を除き、京都市役所が81号八幡宇治線は京都府庁、山城北土木事務所がそれぞれ管理している。市内の一般府道は全線を 京都市が管理している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。